スーパーライキューシリーズ2023タワーのバイハンコック第1戦鈴鹿 S 対5時間耐久レース STZ クラスの表彰式を始めてまいります。それでは早速表彰台を獲得をされましたチームをご紹介しましょう。皆さん大きな拍手でお迎えください。優勝はカードパー52番、埼玉トヨペット会長、紀藤雅人様にお願いいたします。さて、まずは見事優勝埼玉トヨペット GBGR スーパー GT4 山崎学、吉田博樹、服部直樹、川井光三組、おめでとうございます。続いて第2位、カードパワー26ラビレ日産メカニックチャレンジセット GT4 大塚隆一郎、富田隆一郎、名取哲平、篠原拓郎組、おめでとうございます。そして第3位はカードパワー885番、シェイドレッシング GR スープラ GT4 広林、平中克行、清水平次郎組、おめでとうございます。一つもありがとうございました。それでは本選手賞へと参りましょう。選手の皆さん、トロフィーをお持ちいただきまして高々皆さん、ノンアルコールシャンパンをお受け取りいただきまして、シャンパンファイト準備はよろしいでしょうか。あれ、服部選手見られます？大丈夫？はい、行きましょう。終了いたします。引き続き準備が整い次第エネオススーパー耐久シリーズ2023パワードバイハンコック第1戦鈴鹿 S 対5時間レース ST9 クラスの表彰式に移ってまいります。今しばらくお待ちください。